岐阜県岐阜市にあるラビット岐阜六条店さんにやってきました。さあ、今日もやってまいりましたラビット岐阜六条店さんです、はい。ね、本当に本格的な冬で、はい、もう明日明後日はこれ大雪ですよ。寒いです、ね、でもまあ寒いですけれど、はいはい、買い取りの方はちょっと頑張らせていただきます。なるほど、どうですか、相変わらず薬師流見たで。ああ、来られますね、今、はい、あの来られてるお客さんも、はい、もう一番に毎週見てますって言って入ってきましたからねというわけで今回ね、はい、査定するんですか、はい、はこちらですね、バンボルボ、はい、SUV 最近多いですね。多いですね、本当に人気あるし需要もある。そうですね、あなんかこういう SUV の背の高いやつ乗った人の話聞くと、あのもうちょっとこれ乗ると普通の乗用車が乗れなくなっちゃうって言ったもんね。あ、本当そうらしいですね。なんかね、乗りやすくて、はい、なんか視界もいいし、乗りやすさ で乗り降りが楽だすよね。そうですね、乗用車よりね、そういうもんなんかね。そうですね、であとやっぱりですね、大きい車なんで、はい、もうこれあんまり言うとあれですけど、うん、こうなんていうか気分もこう良くなるっていうのはやっぱあるらしいですよ、やっぱり。あ、そう、はい、そ目線が一つ高いからね。そう、高いからですね、やっぱり。というわけでね、このボルボ、これ何年式ですか。これ29年式ですね。おお、はい、まだじゃあ 4,5 年もう5年目経過してますね、はい、これは新車価格がこれがこれは1300万なんです。あ、そんなすんの、はい、ちょっとこれ特殊な、まあ、XC90 っていうボルボの一番SUV の中で一番大きい、なるほど、ボルボなんですけど、はい、これ中見て2列目シート見ていただくとすごい分かるんですけど、はい、このサイズで4人乗りなんです。あ、はい、まあ広いのかな。まあそうです、これ本当のベースは、うん、これはエクセレンスっていうグレードになるんですけど、はい、インスクリプションというのは 7人乗り仕様になるんで、はいはいはい、まあ、7人乗りをいわゆる4人乗りにしてるっていう。贅沢にしてあるんだ。まあどちらかというとこう運転するというよりは乗せてもらうっていう車ですよね、うん、あ、そう、まあ、社長様がとかですね。1300万ね。はい、1300万ですね、これ。走行距離がどれですか。これは2万2000キロですね。少ないんだね。そうですね。これでエンジンって何リッターぐらい、4リッターぐらい。いや、これ 2000cc です。あ、2000の、これはプラグインハイブリッドですね。電気とガソリンの混合です、うん、あんまりご興味ないですかね、その辺。いやいや、だけど、ということは燃費がいいんだよね。まあ、燃費はいいですね。あ、で薬師さんのためにちょ用意しておいたんですけど、これ何を。ちょっと2列目に乗っていただいて。はい、乗れ。はい、はい、これここにですね、これ冷蔵庫ついてるんですけど、はい、冷蔵庫、これ専用のグラスが、あらららら、はい、シャンパンが、はい、ちゃんとドンペリ用意してありますんで誰か運転手いる、これあれだね、あれじゃんね、ロールスロイスとかでこんなのあるじゃん。そうです、なんか専用のグラスなんで、もうここに差し込むという。へえ、あ、もうこれ、あ、こうやってあれがないんだ。そうです、そうです、倒れないようにね。そうです、そうです、そうです、もう。へえ、でちゃんとあんまこれ今出ないですけど、うん、ここにちゃんとエアーシートと、あ、シートヒーター、後ろの人のためのまあ、なるほど、車ですよね、どちらかというと。これは贅沢な作りだ。これやっぱ1000万超えだね。これはそうです ね、もう1300万超えだからある装備だろうね、これ。そうですね、下のその7人乗り仕様ですと、はい、だいたい1000万ぐらい。4人乗りのが高いんだ。4人乗りのが高いです。これ後ろパーテーションもついてる状態で、うんうん、もう完全に後ろと分離してますんで。ちょっと VIP 志向の ね、まあ、どちらかというとこう LS の4人乗りとか、うんうんうん、アルファードのロイヤルランジ的なこう、うん、まあ、本当に後ろに乗るための車ですね、どちらかというと。はい、で分かりました。5年落ちの1300万、はい、需要がある2万2000キロ、はい、いくらか、はい、そうですね、買い取り査定は、はい、680万。外れです。上か下か。下です。あ、下か、はい、あ、そうなる、やっぱり結構値段悩んだんです、これ。相場が全くなくてですね、はい、380万。そこまではならないですね。ならない、はい。おいくらですか。一応うちでは550万という値段をつけさせてもらいましたけれども、正直、うん、まあ、4人乗りというところの需要がどこまであるのか。ああ、そうか、そうか、そこですごい悩みましたけど、あとこれエアサスなんですよね、これ。あ、そうなの、はい、まあ、要は
電装部品がやっぱり結構いろいろついてますんで、まあ、その部分やっぱ5年経過してくるとちょっとやっぱ価格としてはだいぶ抑えめになっちゃうかなとかですね、新車保証とかありますんでやっぱり、はいはい、分かりましたね、SUV の、まあ、ちょっとハイクラスな、ね、シャンパンが飲める、はい、SUV どうでしょうか、はい、ね、ぜひ後ろの座席であのでシャンパン飲んでみてください、はいはい、550万ね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。